僕は私じゃなくていいね余裕のない二人だったしいつけば喧嘩ばっかりしてさごめんねずっと話そうと思ってたきっと私たちは合わないね二人きりしかいない部屋でさあなたばかり話していたよねもしいつか どこかで会えたら今日のことを笑ってくれるかな理由もちゃんと話せないけれどあなたが眠った後に泣くのは